末のせいだよ、端末のせい。こんにちは、こんばんは、さくやです。せっかくなんで、引いたキャラでね、まあ、打属性なんでメルヘン、一人でね、どこまでやれるのかなと。まあ、正直、ランダムマッチよりは簡単なはずなんですよ。なんといっても、呪いがね、食らわないから、ほぼ間違いなく食らわないですよね。結局、自分の見えないところで勝手にね、マンドラ倒されちゃったりして、食らうっていうのがよくある感じなんで、一人の方が圧倒的に楽かなと思うんですよ。そんな感じでね、やっていきます。楽勝でしょう。なんといってもネモですからね。はい、まあそんな感じで、ちょっと最初に撮ったやつね、ちょっとアツラがずっと打属性だったんで、ある意味放送事故だったんで、ちょっとね、撮り直してます。まあさっさとね、まあ、なかなか優秀で、これですね、ケンキャン状態で、ね、スタミナ回収できるという。揃ったら届かないかな。届かないね。もうすぐ拳になっちゃうから、ただこれちょっとターゲット取りがさ悪い。ただここちょっと一発で決めちゃうとマーチコアが湧いてくるんですよね。ここちょっと気をつけなきゃいけないんで、まあ、距離取りつつ、もうなんかこれ9トップしてないんで9割カットに届いてないんですよ。よけろよけろ、まあ、こんな感じで倒したんじゃないかな。倒せてなかった。ちょっと近づいてなんとか引きずり出してね、完全に行こうかなみたいな。やばいじゃんこれ、ちょっと接近してる。でちょっと一応ね、保険のためにもね、こういうことやっていこうかなと。貫通して打って、あ、打つと考えるとこの辺で行けば、タウンがしょぼいんでこんな感じになっちゃいますね。結局ガードが差が剥がれちゃったなあ。ちょっとコロリンしてるところもね、食らうのはちょっとさすがに勘弁してくれ。先にパフォーマンス倒しちゃおうか。やばいやばい、奪われたっていう方が。さあここなら掴まれないかな。なんだろうな、9割カットにはちょっと届いてないのかな。13ってことは、まあでもまあほぼほぼいいとこ行ってるかなっていうのはあると思う。さあ今がチャンスですよ。こんな感じでもう終わりじゃないかな。ここら辺でバフかけてなかった。バリア剥げたね。一応バリア剥ぐだけの、まあ、力はあるのかなという感じですね。はいはい、
見事だと言っておく。見事でしたね。はい、まあそんな感じで、メルヘン、これも仕事だからな、気にするな。ミステリーメモでソロでした。はい、ということで、まあご視聴ありがとうございます。またね、別のキャラの動画も一応撮ろうかなと思ってるんで、よろしかったらね、そちらの方もぜひ見てください。よろしくお願いします。ではまた。